今日の日付はですね、2021年4月6日なんですけどね、2021年0406なんですね。で、4と6を足すと10ですね。で、隣の左の10ですね。それを10引く10で0です。それで、その一番左の20とその2を引くとね、18。俗に言う悪魔の数字。666でね。あ、またちょっと変な数字が出てきましたね。みんな阪神大震災とかですね、ニューヨークのビルね、あと東北の震災もみんなこの数字になります。皆さん知ってる方もいらっしゃいますけどね、知らない方、それでよくね地震雲が出ます。まあこんな計算でね、ちょっと災害が起きるそうです。まあこれはあくまでも都市伝説なんで、信じるか信じないかはねあなた次第ですね。裏にはね、カバールというディープステートがいます。それが人工的にね地震を起こしたり災害を起こしたりしています。ちょっと今日はね地震雲が出ていたんでね、ちょっと今日計算してみたらこういう数字が出ましたんで、皆さんにねお伝えいたします。最近よくね地震が起きていますのでね、皆さん十分ね気をつけてください。命だけは気をつけてください。あと備蓄ですね、防犯など、特に災害になるとですね、いろいろ危険になります。生活にもね不便が起こりますのでね、まあちょっとその辺をですね動画に出してみました。